はい、それじゃあね、生物総合実践攻略冬の陣、あ、パート1ですね、これは。パート1。ね、まだパート1なんですね。パート1。ね、ただね、このカリキュラムね、長いから日本に来ただけなんで、ね、実際ね、計画してるカリキュラム自体はね、まだ終わってません。ね、ただパート1が終わっただけです。まだ前半終わっただけ。まだ後半戦残ってます。今までね、旧帝大以外を除いたね、難関大の問題をね、扱ってきました。この範囲のね、ところで、しっかりとね、皆さんね、メモ力といいますかね、実験考察するときのね、このメモ。メモをね、メモとかね、あとは線引いたりっていうね、こういう作業がしっかりできるようになできるようになっとかないとね、次から結構しんどいと思うんでね、ここの今までやった13問のね、演習問題の中でね、この2つね、メモをするっていうのでね、大事なところに線を引くっていうのね、こういう力をね、まあ、十分につけておいてください。はい。で、まあ、パート2ね、まあ、同じようなテンションでやっていきますんでね、いつも通り、授業ね、前に、問題解いて予習して、で、授業受けるってね、で、わからないところは聞いてみるっていうね、それを繰り返しやっていってください。はい。それじゃあね、とりあえず、パート1終わりです。ね、じゃあ次、パート2でね、お会いしましょう。それではね、次の動画へ、どうぞ。